おう、カカシではないか。こっちで一緒に団子を食わんか。ミナト先生。遅いぞ、オビト。やっと来たね。俺は火影になる。うちはオビトだ。んでもってシャリンガンでメンチ切ってる俺の火影岩にビビってここには手を出さ。それだと目が飛び出てるみたいになるね。ともかく4人で最初の演習をやるよ。はい。この演習は簡単だろ。鈴が2つということは、そういう察しがいいね。さあ始めるよ。お前たちにやってもらうのは脱落率 66% のあの演習の。みんな合格だ。つまりお前らのうち一人は確実にアカデミーへ。まだまだその程度じゃ慣れるわけにはいかないよ。やはりそう。俺に対する時とでは明らかに手の抜き方が違う。アカデミーでやった最初のフォーメーションだ。はあ？あんな単純な。何もしねえよりはマシだな。その作戦乗ってやるよ。湊先生が見せる唯一の隙、そこを狙うために二人をおとり。脱落はお前で決まりだな。そうじゃない。あれは現実から逃げようとしているだけだ。だからこそ無様だな。名門の名がスタルゼ。はあ。ワクワク。お茶がへそで沸くってなもんだぜ。先生に手間かけさせるのも悪いからな。だな。脱落。ええアカデミーからやり直してこい。おやつの心の闇そのものじゃな。分かってる。チームワークを大切にしない奴を忍びにするつもりなんてない。さて今年はどうなることや。ちょっそんなことではアカデミーへ逆戻り。卒業したら芸人だと思ってたのに。この発見体術のみで立派な忍びとなること、その夢を諦めるわけにはいかないのです。へこたれてなんかいられない。いいぞみんな、渾身の一撃を入れてみろ。お前ら苦しい。でもあの噂の先生じゃなくてよかったね。ん？そいつらに力がなかっただけのこと。そうでもないらしいわよ。何でも何にしても自分勝手な基準を押し付けられてはたまらんな。兄ちゃん本当にいいのかい？俺たちだけで弁当を食うなんて、うん。確かに忍びの世界でルールや掟を破り、俺はカカシ先生。お前たちは俺の命令を守った、ルールを守った。お前らもアカデミーで学び直してこい。ああ。就任試験ですか？どうだ出てみるか。あ、でも。でもなんだ。僕の実力が試すに値しないことは。ネジならすぐにでも中任になれるのに。だからこそ急ぐ意味はない。みんなお前ら
よくわからんが、お前らしいな。それよりも、お、おい、カカシ、どうだ、お前も一緒にこっちで団子を食わないか。前回も全員落としたらしいわね。それは大した問題じゃない。私だって同期だったのよ。悲しいんだわ。でも三代目カカシのやつは暗部には向いていません。仲間を多く失いすぎました。今のカカシを見ているとまるで、お前たちもそう思うか。それでは未来の忍びたちを指導することの方が希望を見出しやすいと思ったのだが。わしも一杯もらうとしよう。あなたはいつも我々を子供扱いして。アズマ。あ、いや、笑ってすまない。港先生、俺のやり方は間違っているんでしょうか。カカシ先生、俺たち今アカデミーのしつけ担当をしてるんす。失礼します。失礼します。カカシ先生じゃないですか。ん、お前たちは。変わることができたんです。は、今までずっと兄ちゃんに頼りっぱな。俺たちも自分の意見をちゃんと言わなきゃってね。カカシ先生には感謝しています。互いに高め合い成長していく間柄こそ本当の師弟と呼べる。三代目、それもしかして。なかなかの個性派揃いじゃろ。 Check out our friends over at leonsell.com with all the best prices online. Click below.